ハートもありがとう。ピカピカ結婚してタコありがとう。ポップコーンお疲れありがとう。こんばんは、中村舞です。なんかここら辺ピンクだな。ほっぺが、うんうん、ギフトありがとうございます。中村舞です。広島、そう広島帰りましたよ。皆さんこんばんは。ひひろめちゃめちゃ移動が最近は多くて、そう体が体きてます。これはうんうん、そう今日は東京にいました。毎日配信途切れてないです。私チケットがあるんで多少なりとも休んでも途切れないんですよ。有給みたいな感じです。みんなで言う、めちゃめちゃ枚数がおるわけじゃないんですけど、有給的な。もうすぐね7周年なんでね、ちょっとね、うん、アイドルの世界に有給という概念ないか、どうだろう、分からん。私たちのスケジュールは結構ギリギリまで分からなくて、そう。うーん、ないんかな、分からん。ありがとうございます。神戸行くよ、7周年もうめっちゃ割とすぐやんね。今週末じゃないですか。本当に早い。どうよっか、わざと教えてもらえないか。そんなことはないですよ。私もなんか仮の予定とかは聞くけど、全然変更が結構よくあることなんで、それはもうしょうがないことなので。そうそうそう、なんかこの日はライブってもう決まってたら、発表されてたりしたら変わることはほぼないと思うんですけど、そう中の予定は、その公に出てない予定は結構コロコロと直前まで変わったりするので、しょうがないことなんですよ。まいちゃんのマネージャーさん何人目？私のマネージャーさんは何人かな？何人？ST 入ってからですよ。6年間いるんですけど、丸6年いるんですけど、1、
1、2、3、4人目かな、4人目ですかね。結構変わってる？そうかな、どう？4人のはず。わ、ありがたわミッキーさん。ありがたわ築城、ありがとうございます。ありがとうございます。何タワーだ。ありがとう。自分より若い人？いや、ないかな。同い年ぐらいだったらいるかな。マネージャーさんは、まあ、結構変わったりもしますね。でも今のマネージャーさんも2年目ぐらいかな。2年目3、分からん、そんぐらいです。東京駅のね。なんか私が何かのなんか東京駅あれさ、なんか一日店長とかした時にマネージャーさんとか一緒にいてて、よくもういつも来てくださってるんですけど、たまに多分見かけることがあって、ファンの皆さんもね。でそしたらマネージャーさんが可愛い、マネージャーさんが可愛いってすごい言われることある。もうなんかそう、マネージャーさんめちゃくちゃ可愛いですね、可愛いですね、可愛いですね。そう、女性の方なんですけど、みんながね、そう、現場とかで見かけたときに、ね、みんなよく言うんだよね、なんか確かに綺麗。物販の人が可愛いとよく聞きますが、物販の人も可愛いですよ。本当に本当に可愛いんですから、もうなんてこったな可愛さですよ。小顔で目が大きくって、そうですよ、おしゃれで可愛いんですよ。コンサートとかのね、それもよく言われるわ、可愛かったって。言われます。ありがとうございます。お話し会の受付の人もってさっきからコメントに来る。私お話し会の受付の人知らんわ、誰？お話し会の受付の人って。全然知らんかも。お話し会の受付の人、アルバイトの方。いや知らんわけやわ、私知らんもん。多分いっぱい多分いらっしゃるだろうから、どの方かもわかんない。
でもさ、よくあれは見るわ。なんか自分のお話し会並んでる人が私と話す前に待機列で、あのなんか剥がしの人とかと会話してるのとかよく見たりする。なんか話しとるわ、めっちゃ楽しそうになんか会話してる。え、いますよね、なんか私と話す前にめっちゃ楽しそうに会話してて、なんか見えてるよ。疲れずく取り調べじゃないですよ。話し会、そうですよ。ちょっと今日はイベントのじゃないや、アルバムのイベントが発表されました。お話し会、オンラインも結構5日間日程は残ってて、そう、結構オンライン多めだったんですけど、今までは5日間になりましたね、オンラインが。で、現地もあります。現地は東京、幕張と大阪、インテックス大阪と、あとは広島の中小企業会館。浴衣、そうです、夏は浴衣着ます、8月で。12月はインテックス大阪はクリスマスサイン会、4日間、そうそう、広島が2日間あるかな。先すぎる、いやマジでいつも思うよね、先すぎるやろって思うけどさ、あっという間よね意外と。いつ握手復活するかね。なんか今回復活するかなと思ってたらまだだった。シングルはまだかって、本当にもうアルバムもまだ出てないだろう。知らん、まだかしら、知りません。もうアルバムです、次は6月ですか。アルバムでもさ、みんなこの状態でシングル発表されて、シングルのお話し会が始まったら、みんな結構あれなんじゃない、どっち行こうかなってなるんじゃない。全部行くしか、男前だな。充電が減ってる、あと 10%。 やばいやばい。いつも充電がないんですよ携帯。え、シングルとアルバムを並行してやったりするもんなの？私あんま分かんないや。そうなの？
とありがとうございます。まあね、確かに12月の予定まで出てるから今年シングルがないのかとはまあ思うよね。まあそれは分からん、秋ぐらいになってみると分からんよね。でもまだねアルバムの新曲とかも何もそう発表されてませんし リード曲がありますからね、アルバムは。リリーベも確かにリリースのね、そうだよね、まだ全然。ねえ、ほんまに良くない本当に良くないですよ、もうセンターおめでとうとか言うの。本当に何も発表されてないのにそんな、ひどいよ。もうふふ怒りました。怒ったんでお話し会に来てくださいセンター祭渋滞中だね。そうだね、センター祭渋滞中だね。多分5月前半もないよこの感じ。まあそりゃそうだよね、5月前半はないですね。5月後半か6月ですね。ファンミもねそろそろしたいんですけどね。おやすみ。いや、やばい。男女予防。りょんきゅうさん、ふくちゃんまるさん、はやりんごさん、おっさんさむさん、シーサーさん、ターキューさん、ミッキーさん、東京のスワンさん、カズさん、くまねパパさん、きなぺこさん、ビタミンさん、スルメッコさん、ありがとうございます。ちょっと最近は短めの配信で申し訳ない。ありがとう、ありがとうございます。ファンミの存在忘れてた。忘れるなそのうち開催しますよ。はい、おやすみなさい、おやすみなさい。あ、明日何曜日？出てこない。明日は水曜日かな、木曜日かな、水曜日か木曜日か、どっちや。木曜日や、明日は木曜日です。やばい、今日水曜日でした。おやすみ。もくもく。みなさいませ。またねー、ありがとう。またした、ラブー。